サインはミニバスの時の先輩がデザイナーをやっているので考えてもらいました。次の髪の毛はグレーっぽい色にしたいと思います。伝送アイリスさんの赤穂ひまわり選手です。理由は中も外もオールラウンドにできるプレー選手なので憧れているからです。ルーティーンを決めて毎回その通りに打つことです。ハリアーになりたいです。キシメンですと当たり前が当たり前じゃないっていうことを大切にしています。当たり前のことに感謝することです。古木莉子です高校の大先輩でもあるので本当にこうやってコーチとプレイヤーって一緒のチームになれて本当に嬉しいです。コートネームの由来は、高校の時に好きな言葉で努力に勝る天才なしっていうことを言って、努力のエフォートと天才のジーニアスからトトアを取ってトアになりました。ありがとうございました。応援よろしくお願いします。